試験受かったのですね。おめでとうございます。司法試験公認会計士、不動産鑑定士のどれですか。いや違います、情報処理試験です。大勢さんこんばんは、こんにちはってなんか言いそうになっちゃうさっきからなんでだろうグレーアルマとソブレーズいいな、両立してるの。このパーティーなかなか使い慣れてないからどんな感じなんだろうな、そこもちょっとわかんないけど、借りなくて育成できない、マジで。あのなんだっけ、マクロコン買ったら楽だよ。ダブルの方はまだギミック潰しできないパーティーじゃないんだよな。なんかもうワンチャンこのパーティー使い回してもいいかなとかちょっと思ってんだよね。いや本当に、あ、カラミゴ初手で来るんだ。まあそっか、シングル共演はいけないもんなその極力ね、相手のギミックの邪魔をしないこの技構成いいね。激凛いきましょうか。カラミンゴってスバース110とかだっけ、ガブリアスより速いんだ。 そもそもこのガブリアスが最速かどうか分かんないけど、意地っぱりじゃなかったから確か。グルアルマがモラビラとか、確かにそこもね気をつけないとね。普段使ってるのが俺あれだもんね、砕ける鎧で使い慣れちゃってるからね、そこもちょっと気をつけつつ。なんか使ったことないパーティー使うのもなかなか勉強になっていいよね。俺結構さ、もうなんかパーティー気に入っちゃうとそこから変えない傾向があるからさ、なんか DM か何かで全然またこのパーティー使ってみてくださいまたさみたいなパーティーあったらください。お、カムラじゃないんだ、フィラチドリアシかこれこれチドリアシか外したな今フィラで回復しつつ、へえカラビンゴって共演に目が行きがちだからね。まあ激に行こっかドードリオみたいな戦い方を。あれ、チドリアシのポケモンって混乱自称しないとかあったっけ。あ、アクロバットでね、道具がないことも生かしてくれると。こんな自称はするよね、千鳥足でもね。ハンハンさんこんばんは、いらっしゃい。自称はするか、オッケー。自称しなかったら強すぎるもんな。まあ、上取られてるから、バンバドル引くのも。バルトパンチがないんだけど。どうしよっかな。ミスミス切るのも。鋼テラスタルか、鋼テラスタルで。アイヘイ行こっか。一発アクロバット耐えて、で、身代わり壊して、バンバドロにつなごう。千鳥足の回避率結構上がるらしいけど、どうなんだろう。え、どのぐらい上がるの？千鳥足って。回避率1段階とかじゃないのかな？耐えないの？いや、俺の中で耐える計算だったんだけど。テラサル切ったら。50% めっちゃ強いね、千鳥足。マジか。じゃあ、10万ボルトが電磁砲の命中率になるのか。って考えるとやばいね。やば。え、強くない？千鳥足結構。ただでも混乱してる時だけだからね。混乱してるわ。溶けたね。溶けた方が弱いっていうのもなんか変な話だけどね。カラミンゴにまたなんかこういう可能性があったのか。カラミンゴはもうなんかダブルで共演するポケモンかと思ってたけど、こういう活かし方もあったんだね。しかも素早さが速いからさ、アクロバットの火力も出るし、まあ、攻撃も高いからね、いろいろなんか強いよな。マジでこのパーティーいいな。なんかいい感じで邪魔しないわ相手も
良くも悪くもなんか邪魔しないからいいな、相手のギミックの。どうもバレットパンチがないハッサムです。高速移動1回積んだら、これ陽気なのかな、高速移動1回積んだら虫の知らせる、多分いじっぱりってことは、高速移動1回積んだら抜けるのかどうかだな。そもそも耐えるかな。耐えなかった肝っ玉インファイトができる貴重なポケモンだけどあまり見ないですね。そうだよね、肝っ玉か肝っ玉か共演だもんね、基本ね。